ど、あ、ここだ。このお店だよ、イブちゃん。ここは海外の雑貨屋さんでしょうか。変わった柄の服にアクセサリー、不思議なお人形さんも置いてありますね。今日はここでお香を買おうと思って。お香ですか。うん、このお店にいろんなお香が売ってるって聞いたから。実はこの前アフターグローのみんなでお泊り会した時に、ともえちゃんが炊いたお香がとても素敵な香りだったんだ。それで自分の部屋でも炊いてみたいなって。素敵ですね。武将たちも戦の前にお香を炊いていたと聞いたことがあります。私も気を引き締めて戦に臨めるような香りのものを見つけたいです。そういうのも売ってるかな。いざ尋常にお香探しへ参りましょう。おおお、わあ、棚にカラフルな箱がいっぱい。これ全部お香なんだよね。きっとこれだけあればつぐみさんの気に入るお香が見つかるはずです。お香の前にコップが置いてありますよ。このお香はリラックスしたい時におすすめだそうです。ほんとだ、こっちは集中したい時にいいみたい。精神統一に役立ちそうなお香ですね。私は勉強の時とかに使いたいな。あ、生徒会の仕事が忙しい時にもいいかも。どんな時にお香を使うか考えるだけでワクワクしますね。あ、こんなものもありますよ。甘い香りでお菓子に包まれたような気持ちになる。わあ、それひまりちゃんが喜びそう。確かにひまりさん、スイーツがお好きですもんね。そういえばさっきの集中したい時に使うお香、なんちゃんに合いそうだったな。華道のお稽古の前に炊いたらいつもよりはかどるかも。つぐみさん、このお香も素敵ですよ。リラックスできて夜の読書のお供に最適だそうです。読書か。もかちゃん、漫画読むときに使うかな。こちらのお香は爽快感があって体の疲れを癒す効果があるみたいですね。これはともえちゃんにいいかも。最近ダンス部も忙しそうだし、このお香で疲れをとってほしいな。これアフターグローのみんなにプレゼントしようかな。それは素敵なアイデアですね。きっと皆さん喜んでくださいます。そうだといいな。じゃあ私みんなの分のお香買ってくるね。レジは。つぐみさん、待ってください。まだつぐみさんの分を選んでいません。自分のこと忘れてたよ。ありがとう、イブちゃん。じゃあ私のは、どれにしよう。みんなの分はすぐ決められたのにな。ではつぐみさんのお香は私に選ばせてもらえませんか。いいの？すごく助かるよ。はい、誠心誠意選ばせていただきます。つぐみさんに合いそうなお香は、あ、こちらはいかがでしょう。これは寝つきが良くなるお香。私を知っているつぐみさんは何事にも一生懸命な頑張り屋さんです。でも時には無理をしているのではと心配で、だからこのお香の心地よい香りに包まれてゆっくり休んでもらいたいです。イブちゃん、ありがとう。それじゃあイブちゃんの分は私が選んでもいいかな。え、いいんですか。もちろん。気を引き締めて戦に臨めるようなお香だったよね。それだったらこれはどうかな。戦国武将をイメージしたお香、これを炊いてパスパ
憧れのお仕事を頑張ってほしいなって。つぐみさん、嬉しいです。ありがとうございます。お礼を言うのは私の方だよ。それじゃ一緒に買いに行こっか。マリナさん、お待たせしました。ブレンド2つと季節のタルトです。ありがとう、つぐみちゃん。わあ、フルーツがたくさん乗ってて美味しそう。うちの新作です。アフターグロウのみんなにも試食してもらったらすごく好評でした。それは楽しみだな。実はね、昨日ここでケーキを食べる夢を見たんだ。だから今日どうしても来たくて。そうだったんですか。やっぱり夢に影響されることってありますよね。私もこの前、アフターグロウのみんなとすごく大きな会場でライブをする夢を見たんです。そうなんだ。きっとライブ会場も大盛り上がりだったんじゃない？それが実は会場の雰囲気とかステージからの風景はちっとも覚えてなくて。そっか、ちょっともったいない気もするね。そうですね。でもこの夢は覚えてなくてよかったのかもしれません。え、どうして？だって私だけ先に見たって意味がないですから。ステージからの眺めはいつか本当にアフターグロウが大きな会場でライブをやった時に5人で一緒に見たいんです。それに夢が簡単に叶っちゃうのはなんか違う気がして、やっぱり私たちの手で叶えていきたいと思ったんです。そっか、そんな風に思えるつぐみちゃん、かっこいいね。そんな、私は思ったことを言っただけなので。いつかみんなでその景色を見られる日が来るといいね。どんな景色なのか想像するだけでワクワクします。そのためにはもっとライブをして、もっともっと演奏も上手くならないと。お、いいね、その息だよ、つぐみちゃん。早速個人練習を増やして、ライブの回数も増やせないかランちゃんたちに相談して。あ、すみません、一人で盛り上がっちゃって。うん、私たちも楽しかったよ。お話聞かせてくれてありがとね。こちらこそありがとうございました。それではごゆっくりどうぞ。